スタートしました。まず外からボディーガードミツルマサルと好ダッシュを見せましたが、すぐさま一段です。 中からまずはタイキウルフがまず行きました。そして内からはインターイメージと先行していきます。その外からはファイブ中山、さらにはアイランドブルース東証ルーイ固まっております。その外目を回りましてボディーガードミツルマサルと行きました。あとは1馬身ほど下がりまして1番の藤見ケアンズは内です。さらに1馬身下がりましてこの集団を見るようにバンブー友人岸アマゾンと追走しております。さらにその後方ですが2馬身差、2番のミスターヘルプは中段ポツンと追走です。その後方にミツルマサルです。さらにその内からはフィールドボンバー、そして後方から2頭目には5番のユーアマーブル、そして最後方から今徐々に上がってこうというグリーンの帽子が、これがガイドブックです。 3,4 コーナー中間地点からこれから第4コーナーをカーブしてまいります。タイキウルフが先頭です。2馬身のリードがあります。そして2番手ですが外をつきましてファイブ中山が徐々に上がってまいりました。ファイブ中山が2番手です。外をつきましてボディーガードぐんぐん差を詰めてくる。外をつきましてヒシアマゾンがぐんぐん差を詰めてくる。さあ逃げ込みを図ります。タイキウルフ逃げ込みを図ります。外をついてヒシアマゾン、この2頭の争いになった。先頭はタイキウルフ、まだ1馬身のリードがある。そして2番手にはヒシアマゾンが差を詰めてくる。ヒシアマゾンが並んだ、かわした、合輪。最後は6番ヒシアマゾンかわしました。